あの黒い剣士が現れると、壊れていく。私の見知った世界が音を立てて崩れていく。恐ろしい。あの、ただ闇夜に怯えるだけの子供が、信仰という隠れ蓑が焼け落ちて照らし出される。アルビオに悪霊が押し寄せてくる時もそうだった。おい！ドロドロが迫ってるぜ！死にたくねえ奴はそいつを拾え。松明？そっか、あいつら火を避けてる。こんなとこより、塔の中に入った方がいいんじゃないのか？縄文ぶち破る相手に籠城なんつう意味がねえ。それにもうすぐ夜が明ける。ここなら胃の一番に火の光が差す。なぜ、こんなにも正確に、当然のように、生き抜くことを口にできるのだ。なぜ、この男の声は、こんなにも力強く、私に響く。朝までが勝負だ。生き残るぞ。あの時と同じ、まるで悪夢の中にいるようだ。これは本当に現実なのか。ファルネーゼ様、私の後ろに。神よ、祈るな。祈れば手が塞がる。てめえが握ってるそれは何だ。この圧倒的な悪霊の中に立ち、退かない、ただ一つ確かなもの。瓦礫の塔、まるで砂の城のように消えた。脆い、あっけないほどに私の寄って立っていたもの、信仰していたものとはこんなにも儚いものだったのか。信仰、いや違う、私はあの幼い日の夜の闇から逃れたい一心で、恐怖を、秩序を、威風を振るう側に紛れ身を隠してきたに過ぎない。そして時にはそれは欲望の吐け口でさえあった。私の信仰は汚れていた。しかし私を守るはずの全ての虚飾はあっけなく吹き飛ばされた。圧倒的な未知なる闇の前に私はまた、いや、おそらくずっとあの夜の中にいたのだ。出立する。生徒に戻られるのですか？私は黒い剣士を追う。私は漱石を捨てる。とうとう私はあの幼い日の闇から逃れることはなかった。そしてついに闇は形を成して私の眼前に現れたのだ。まるで怯え続けるだけの私の運命でもあるかのように、ただ一人闇の中に立つあの黒い剣士に引き連れられて、あの人こそが私の預言者なのかもしれない。さて、追っ始めるか。もう全部が終わってしまったんだって、なくなってしまったんだって思ってた。でも
生きてこうしてまた会えるなんてさ。なんだよ、どうしてさ。あれはもうお前の知ってるグリフィスなんかじゃねえ。変わらないな。口より先に剣を振る。いや、むしろ初めて出会った頃のお前のようだ。同じ顔で、同じ笑みで、同じ声で俺を語るんじゃねえ。てめえ一体ここに何しに来やがった。お前に会いに。あの塔では随分と騒々しかったからな。お前と二人きりで話しているいとまはなかった。この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団がこうして再び集うには。その名を口にするんじゃねえ。確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何もお前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに何一つ感じちゃいねえってことか。俺は俺の夢を裏切らない。それだけだ。久しいな、黒い剣士。クゾ、我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。ガッツのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ、人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ。なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋、押し通れ。凄まじい、こんな戦い戦場でだって見たことない。でもあの怒り、あの執念はグリフィスに向けられているの。なぜ。受け流せるような剣圧じゃねえ。同じだ、あの時と。だが戦える。あいつにたどり着くまでの数え切れない夜が俺を叩き上げた。邪魔だ。黒い剣士、さすがは絶望より這い出し男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。ゾット、間違いない。あれはあの男がノスフェラトゥ・ゾット。
かすかに高鳴っている。俺の血はいてついたはず。これは俺の器となり溶け合ったあの赤子の思いか。そこまでだ。行くぞ。待て、どこへ？言ったはずだ。俺は俺の国を手に入れると。何も変わりはしない。変わりはしないだと。あれだけのことをやって。何も変わりはしないだと。お前は知っていたはずだ。俺がそうする男だと。お前だけは。ガッツ、俺にも聞かせてよ、本当のことを。あの日グリフィスやみんなに何があったのか。どんなに辛い話だって俺にも知る権利があるはずだろ。ううん、知らなくちゃならないんだガッツ。本当なの？そんなことって。なんとなく気づいてはいたけど。おう、俺も行くよ。ガッツだけがそんな重荷を背負い込んで、なのに俺何も知らずにこんなところで一人ぬくぬくと。連れて行ってよ。俺だって鷹の。ダメだ、お前にはグリフィスは憎めない。結局どうすんの？まだ復讐の旅続けるの？
もうあいつを置いてはいかない。まさかキャスカを連れて復讐の旅を。わかってる。そんなことは無理だ。わかってる。楽園の者が二人あんまり長いこと一箇所にいるとろくなことにならないのは断罪の塔で証明済みだし。他にエルフの住処ってのはこの近くにはねえのか。ある。あったぞ。ちょっと遠いけど多分この世界のどこよりも安全でビューティフォーなパラダイスが。オレンジ。一晩だけでも泊まっていけないの？言ったろ。この烙印がある限り俺たちは資料や魔物どもを呼び寄せちまう。そうなればお前にも危害が及ぶ。俺はエリカにだってかけがえのないものをおっぽり出すな。護道の遺言だろ。守らなくちゃダメだよ、ガッツ。ユキ、そういや俺が鷹の段を飛び出したのもちょうどこんな雪の中だったな。あいつとやり合ったのも今日みたいな雪の丘だった。今度は俺が置き去りにされたってわけか。置いてきゃしねえさ。もう置き去りにはしねえ。今度は失わない。